韓国の本名麦ムギ副首相兼企画財政層は今日日本が不当に輸出規制措置をしてから1年が経った年これからは日本が韓国の努力に応えるつがいだと語った。本副首相は午前に開かれた非常経済中央対策本部会議で今日の会議でも政府は素材部品装備2.0へ戦略を議論したと語った。本副首相は去る1年間民途間が一つとなって努力した結果、 生産の支障なく規制を勝ち抜いたと評価した。続けて高純度の復活水素など革新素材の一部は国産化、その他は輸入多角化をするなど、素材部品装備の国内供給網をより強化するきっかけとなったと強調した。また政府は日本に対しての現状復帰要求、両国の対話努力の進行、国内関連制度の再点検などに神聖なる努力を傾け、 一方では素材部品装備特別会計を作りながら競争力強化対策を推進中だと説明した。本副首相はこれからは日本が韓国の努力に依えなければならない都外だとし日本政府は輸出規制撤回と解決のための誠意ある姿勢として、進展した立場を見せることを求めると語った。